かなり印象良くなりますね。しっかり作られてる。で、フィッティングもバッチリです。こんにちは、イワーズです。今回はマツダ CX-3 専用ミラーガーニッシュのご紹介です。まず最初に仮合わせを行います。メッキパーツがボディラインに合っているか確認してください。次に商品に付属している脱脂クリーナーで取り付け箇所を脱脂します。汚れが残っていると後から剥がれたり浮いてきたりする原因になるので、しっかりと拭いてきれいにしてください。脱脂が終わったら商品裏面の両面テープを剥がしてください。メッキパーツを取り付けます。仮合わせで確認した位置に貼り付け、上から全体をしっかりと押して圧着してください。はい、取り付けました。この通りです。こちらですね。で、まず全体見てみましょうか。全体を前からの印象っていう、まあ、こんな感じです。目立ちますね。こういう風に巻き込んでます。こっちまで分かりますかね。カメラさん見えてるかな。で、こうなることによってどうなるのっていうところですね。車止めるときってミラー畳みますよね。畳んだときもしっかりメッキがここまで見えてるよって、こうなる。閉じます、ね、閉じたときにもドア閉めてみます。しっかりメッキがこっちまである。しっかり作られてる。で、フィッティングもバッチリです。 CX-3 お乗りの方はぜひお試しください。